トルクメニスタンの大統領はトルクメニスタンの国家元首たる大統領である。憲法上の規定によるとトルクメニスタンの大統領は任期は一気につき7年で国民の直接選挙により選出されるということになっている。しかし、同国では九百九十一年の独立以来個人数配色の強い独裁政治が行われており、九百九十九年から二千六年までは、 議会によりトゥルクメンバ首の称号を与えられたサパル村とニアゾフによる終身大統領制が敷かれていた。ニアゾフの死去後も一定の改革は行われたものの引き続き独裁的な体制が継続している。同国ではソビエト連邦からの独立後憲法上は複数政党制が認められたものの実際には唯一の与党である。 トルクメニスタン民主党とその衛生政党である農民正義党しか合法的な政党は存在せず他の政党は全て非合法化弾圧されているため大統領選挙は実施されても形式的なものであり現職者またはその後継者が常に約9割あるいはほぼ100%に近い得票を得て当選するトルクメニスタンには副大統領職は存在せず閣僚会議議長は 憲法の規定により大統領自身が兼任しているこのため、終身大統領に、ヤゾフの死去により、大統領が不在となった際には、副首相を務めていた、グルバングル・ベルディムハメドーフが、大統領代行となった。ありがとうございます。